少し早めになりますけれども、ご誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。54歳を迎えるその感想と、まあ、54歳でのその抱負あれば教えてください。まあ、本当に特にないですね。54歳になる、なった感想っていうのは本当になくて、もう毎日毎日、まあ自分がね、サッカーにどういう気持ちで向き合えるかっていうのを、考えながらやってますし、まあもう開幕しますしね、開幕に向けて、まあ本当にね、気持ちは、もう毎年毎年変わらないんで、いいシーズンを迎えられるようにここまで準備してきましたし、この後も、常に、やってくる試合を目指して進んでいきたいなと思います。年齢に関しては特に今更言うこともないと思いますし、まあ54歳になったんだなということしかないですね。はい、まずは私から以上です。ありがとうございます。はい、はい、ダイジェスト広島さんお願いいたします。あ、ダイジェストです。よろしくお願いします。はい、その開幕も数日後に向けて、あの現在のコンディションについて教えてください。そうですね、まあここまでは順調に、来てると思います。まあ練習試合も、全ての試合に出場できましたし、まあその中でまあいい自分自身が納得いくプレーもありましたし、まあ、当然そうではない、試合もありましたし、でもここに来て非常にまあ、練習試合の中でゴールは挙げられなかったんですけど、ペナルティーエリアの中で何回か決定的な場面にこう、絡めて、自分がちょっとこう気持ちがこうゴールを取りたいって気持ちが強すぎてしまって、ちょっと硬くなってしまって外してしまったっていうのが何本かあったんで、でもそういう場面がここ何試合かで増えてますし、いい味方とのいい距離感でプレーができるようになってきましたし、まあ必ず試合の後に個別で振り返りで自分のプレーをいいシーンも悪いシーンも全部こう、まあそうですね、8シーンから10シーンぐらい、集めてもらって、コーチからマンツーマンで指導を受けてるんですけど、まあ、意見をもらったりいろいろしてるんですけど、まあ、その中でも自分ではプレー中では気づかないようななんていうんですかね、気づかない、自分ではそんなにいいプレーではなかったんじゃないかと思うところもすごくこう評価されてたりとか、そういうシーンが非常に増えてきたので、自分自身としてはまあ、前向きになれるかなと思いますし、まあ、その試合でパフォーマンスが良かったか悪かったかは別にして、コンディションというのは今はまあ、開幕に向けてはいい準備ができて、いいコンディションにあるんではないかなと思います。ただそれが本当にいいパフォーマンスにつながっていくかというのは本当に、味方との兼ね合いもありますし、その試合の状況にもよってだいぶ変わってくると思いますので、今のこのコンディションがね、いいパフォーマンスにつながるように、まあ、努力はしていきますけど、とにかく今のこのコンディションというのは悪くはないと思います。終わりました。ありがとうございます。リラック選手お疲れ様です。はい、本当に5年でもうすぐでお誕生日ということもありますが、
今度の札幌戦は、もし小野選手も出られるとなると、中村選手も含めて、はい、お三方の中で最年長ゴール、どなたがこう指定するかというのも注目だと思うんですけど、はい、そこの点に関してはいかがでしょうか。そうですね、まあ本当にね、40を過ぎて、もうまだこの J1 の舞台で、戦えるということは本当にすごいことだと思いますし、その、新人にしても俊介にしてもそうですけど、本当に努力してここまで来ていると思いますし、まあ、当然最年長ゴールというものはね、この僕も含め、この3人が挙げれば、最年長ゴールになっていくと思うんですけど、まあ、そういう本当に結果というものは、ものすごく大事だと思いますし、その最年長ゴールというものはもう見てる皆さんは本当に期待していると思うんですけど、やってる僕らからするとそこまでたどり着くそのプロセスというのがやっぱそれ以上に大事だと思いますし、そのグラウンドに立ってゴールを上げるまでどういうことをしてやってきているのか、自分がどういう気持ちで取り組んでやってきたか、その結果がゴールであったらそれは本当にパーフェクトな、結果だと思いますのでね、まあ、そういう数字的な結果ももちろんそうですけど、そこまでいくやっぱプロセスというのは、選手にとってはものすごい大事なことなんじゃないかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、日本テレビです。岡さん、毎年この誕生日をお祝いさせていただくこういうイベントをやっております。去年はできませんでした。はい、今年やっとできるようになりました。今日のこのファッションのポイントを教えてください。そうですね、まあ、毎年ね、たくさんのメディアの方に、集まっていただき、お祝いしてもらうんですけど、まあ、昨年はね、まあ、またリモートというね、そういうリモートを使ってやるという発想もなかったんでね、できなかったんですけど、まあ、今年は、まあ、2年ぶりにこうやって、まあ、ちょっと毎年やってたメディアさんがね、開いてくれる誕生会と違ってちょっとやっぱここ寂しいんですけど、一人でね、画面に向かって皆さんの顔を見ながらこう反応がこう生でこう伝わってこないんでちょっと寂しいところもあるんですけど、でも、まあ、今年はこうやって皆さんとね、こうやってまた自分の、ね、誕生日を祝ってもらえて、本当に幸せに思いますね。まあ、ファッションに関しては別に何かあるかと言われても、普段からこんな格好をいつもしてますんでね、自分の中ではそんなに特別感があるわけではなくてただ期待を毎年着てくるっていうところもありますし、まあ今回は赤かなとか今回は黄色かなとか、まあ、そういう意味では今回はちょっとまあ今更と思われるかもしれませんけど、もうね、大人なんでね、タキシードでちょっとシックに、エレガントにセクシーに行きたいなと、そんな気分だったんで今回はネイビーのタキシードに、ベルベットの蝶ネクタイをつけて、ね、気持ちいいです、とても。ありがとうございます。今年チームが前線特に大補強を行いまして、実績、実力十分なフォワードの選手が、たくさん入ってきました。その中で、カズさんが自分がこう武器にしたいところ、こういうところで、勝ち取っていきたい、ポジション勝ち取っていきたいと考えていらっしゃるところを教えてください。そうですね、まあ、本当にクレーベルにしてもね、渡辺一馬にしても伊藤翔にしてもね、非常にクオリティの高いフォワードだなと、一緒に練習してても本当にシュート練習にしてもね、非常に技術の高いシュートを打ってますしね、みんな百戦錬磨のフォワードですからね、今の自分が彼らのね、彼らよりもいいパフォーマンスで、自分のポジションを取るにはやっぱり、まあ、チームの中ではいろんなその試合の中でそのフォワードだからといってね、本当に前でずっと待ってるとかそういうことが許されるようなチームではないんでね、
やはりやるべきこと、チームの決まりでやらなきゃいけないことっていうものも多いんですけど、その中でやっぱ彼らよりその自分が上回って自分が試合に出るにはやはり決定力というかね、やっぱゴールというものをやっぱコンスタントに上げなきゃいけないんじゃないかなと。それはそのもちろんJリーグの試合の中でもそうだとは思うんですけど、普段のシュート練習の中でもそうだし、その紅白戦の中でもそうだし、練習試合でもそうですけど、その中でやはり、ゴールというものをやっぱり一番のその何ていうんですかね、アピールというかね、ゴールでやっぱアピールすることが彼より上に生きることではないかなと。まあでも他のね、みんなフォワードまあ、ジャーメイもいますしね、みんなそういう気持ちでやってますんでね、その中でみんなで競争していってレベルを上げていきたいなと思います。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ヒロと申します。三浦、はい、選手、まずは54歳お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。この番組はサンデーライブといって、メインキャスターが三浦選手の同学年の東山紀之さんなんですけれども、はいはい、同学年でいらっしゃると思うんですが、はい、東山さんの場合は若さを保つ秘訣として毎日腹筋を1000回されているということで、まあ、そうなんです。これ嘘かなと思ったんですが本当にされているそうで、いつも番組の前に楽屋でもされているそうで、はい、で今回それに負けないくらいの若さを保っていらっしゃる三浦選手に質問したいんですけれども、はい、ズバリカズさん流の若さを保つ秘訣っていうのは何でしょうか。そうですかね、やっぱりストレスなく自分の、まあ、趣味でも何でもいいですから、好きなことをストレスを持たずにやることじゃないですかね、はい、だから東山さんは多分腹筋旋回が多分ストレスのない楽しい自分の好きなことなんだと思うんですよ。僕は東山さんはもう20代の頃からお付き合いがあって知ってるんですけど、はい、はい、仲良くさせていただいたんですけど、まあ、ミスターストイックって言われてるぐらいですからね、やっぱりそうですよね、今でもね、踊りにしてもかなりキレのある踊りをしますからね、はい、すごいです、キャスターとしてのキレもすごく、ありがとうございます、すいません、とんでもないです、はい、ありがとうございました。タキシードかっこいいありがとうございますお疲れ様です。 TBS のスカート申します。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、試合に出て、まだサポーター満員ではないとは思うんですけれども、カズさんから試合に出た時に俺のこういうところを見てくれってアピールしたいところありましたら教えていただきたいなと思います。そうですね、やっぱりみんなね期待してるのはやっぱゴール前での仕事だと思いますんでね、まあそのぜひゴールするところをみんなに見てもらいたいなと素直に思います。そのためにしっかりね準備して、もちろんチームの中ではねその役割というものはいろいろさっきも言いましたけどあるんですけど、その中でもそれをやりながらもやはり自分が、ゴールする、まあペナルティーの中でね仕事しているところをやっぱりみんな見たいと思いますので、それが実現できるように努力していきたいと思います。あ、すみません、カズさんお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。テレビ高橋と申します。すみません、ちょっと番組のスタッフというのをやらせていただいているんですけれども、宮地の方からいつも、誕生日とかちょっと現場でお祝いさせていただいていると思うんですけども、ちょっと宮地に向けて、一言メッセージをいただけないでしょうかそうですね、ここね、今現場もスタッフもみんなちょっと寂しいんですね、こうね僕の周り今ここはなのでぜひね宮地さんにも、もう、ね、コロナ禍になってしまったんでもう随分と取材にも来てもらってませんのでね、またコロナ禍が明けたらぜひインタビューに、来てもらいたいなと思います、はい、楽しみに待っております。まあ今日関係ないですけど2月26日は僕も誕生日なんですけど、トラさんも誕生日なんですよね。あと
サザンオールスターズの桑田佳祐さんも2月26日なんですよね。桑田さんは66歳になるのかな、僕よりちょうど一回り上ですからね、うん、あと誰かいますかね、2月26日僕の知ってるのはそのぐらいかな。先ほどあの練習試合、まあ、その他、コーチの方がビデオを作成して、はい、まあ、ミスになっているお話されてましたけれども、はい、ご自身ではそのあまりこうあまり良いとは思えなかったけれども、そのコーチの方の方からこういうプレーは良かったと言われたというのは、どういうプレーがそういうふうに言われたんでしょうか。まあ、僕自身やっぱりあのずっとねブラジル時代からもそうなんですけど、ボールを持ってドリブルをした時にすごく自分自身はいい感覚をつかめる選手だって自分でこうずっと思ってやってきたんでね、そういう意味でオフザボールよりもその自分がボール持ってる時っていうところ、ボールをいかにたくさん触れたかっていうのをすごく自分自身はその気にしてたんですけど、まあコーチの方からそのボールをボールを持ってない時のいわゆるオフザボールの時のあの動きで、そのポジショニングでこの動きすぎてないところがいいっていう、そのポジションのあのその時のポジションの位置だったり、もらいに落ちるにしてもその落ちるタイミングで落ちるタイミングをあのこのタイミングはいいとか、そういうその時にボールはもらえてないんですけど、その僕はもらえてないんですよ、この動きによってこっちでこういう現象が起きてるからこれで全然いいんだっていうようなことを何度もその場面を、僕がボールもらってなくてもそういう場面をあの抜いてきてくれて、僕に説明してくれて、これはずっと続けてほしいとか、そういう感じで、そのいわゆる、まあね、当然ボールをみんなあの見てる人ってボールをやっぱ追っかけてしまうと思うんですけど、あの、まあ、コーチの目から見るとそういうところよりもその僕が動いたことによって、僕がそのポジションにいることによって周りでどういう反応が起こったかっていう、現象が起きたかっていうところをすごく評価してくれるというか、そういうところがすごく僕自身もその見てて、その今回ボールタッチ数すごい少なかったけどどうなのかなと思うと、そういうところを場面を抜き出して僕にこう細かく説明してくれるんです。非常に分かりやすく、あこういうことが起きてるからこれでいいんだなっていうのを思うと、やっぱり試合あの練習試合でも紅白戦でもそうですけど、そこの位置にいてそこから自分がこう何をできるかっていうのをこうじっくり考えられるというか、まあ、ボールがないオフザボールの時に、こういう動きをしていればこういう風になるんだっていうことを確認できたりするんで、非常にあの勉強にもなりますし助かってます、はい、そこに新たに気づいて新たな三浦和義像が今年期待できますよね。でもやっぱりね、それはやっぱこうチームとして の, そのコーチの目だったり監督の目だったりするわけで、でもお客さんの目っていうのはそこまでやっぱり見ている人っていうのはやっぱ少ないと思うし、やっぱり評価っていうのはやっぱどうしても僕らの場合はゴールになってしまったり、アシストだったり、ドリブルで剥がしたりとか、そういうプレーになってしまうと思うんで、そういうところのやっぱ新しい、その自分自身は自分自身にとってはすごくいいことなんですけど、まあ、評価としては非常に難しいと思うんで、まあ、あのどうなんですかね、それはまあ僕が判断できることではないんで、あの見てる人がそれをどういうふうに判断するかだと思います、はい、僕自身はやっぱり あくまでもやっぱゴールだったり、この分かりやすいやっぱこうものがやっぱ評価につながるんではないかなと思ってますけど、はい、分かりました、ありがとうございます。以前のテレビ松田です。コロナの大変な中で大変な思いをされている方たちがいると思います。スポーツは明るいニュースが求められていると思います。勝選手は選手としてどのようにこの状況に貢献したいとお考えでしょうか。そうですね、あのテレビを、ね、見ていても報道を見ていても本当に、まあ、当然医療従事者の方々もそうなんですけど、中小企業の方々 その経営なんかにしてもそうですけど、本当に苦しい、思いをしている人がたくさんいるなといつもあのテレビを見てて思うんですけど、そんな中でやっぱ僕らは、まあ、去年もそうだったんですけど、練習もできて試合もできて、なおかつこの状況の中でも、お客さんが、まあ、いつもよりは少ないですけどお客さんが入って応援してもらえる、その中で、試合ができる、その喜びというものは本当にかけがえのないものだと思いますし、
非常に皆さんに感謝しています。この中で本当に自分もグラウンドでプレーできることの喜びを今まで以上に感じてますし、今まで以上に責任を持ってやっぱり戦わなきゃいけないなと。この、まあ、サッカーも一つのエンターテインメントの中の一つだと思うんですけど、まあ、なかなかエンターテインメントをこう見てもらえるというね、そういう状況ではない中でもやはりこういう時だからこそやっぱりエンターテインメントというもので何かこう明るい日差しをね、こう明るい日をこう与えられたらいいなと思いますんで、こういう時だからこそ本当に必要にもなってくると思うんでね、少しでもいいニュースを届けられるように、みんなで全力を尽くして明るいニュースを届けていきたいなと思います。すみません、サッカーの質問ではないですけど、私も同じ50代として男は辛いようにハマっております。はい、が一番ハマってる回で厚見さんの言葉とか突き刺さってるものがあったら一つでもいいので教えてほしいと思っております。よろしくお願いします。そうですね、僕はちょうど今50作あると思うんですけど、はい、39作目のマドンナ、誰だったかな、39作、まあ、とにかくマドンナが秋吉久美子さんの時も良かったですし、松坂慶子さんの時もすごく良かったし、まあ数え切れないぐらいいいですよね。今日も見てましたし、僕この前のオフには僕葛飾行きましたしね。あ、そうですか。トラさんみたいなスーツケース持って行ったんですよ。地元の人が帽子もかぶってたんですよ、ハットも。トラさんかと思ったらカズさんじゃないですかって言われたんですよでもすごく嬉しかったです、はい、帝釈天も行きましたし、江戸川のあそこも行きましたし、あと矢切の私のあそこも行って船にも乗りましたし、とても感動しましたね。トラさんの言葉はまあいろいろ数も変わるんじゃないですかね。今ちょっとこう恥ずかしくてなんか言葉に出てこないですけど、印象に残ってるシーンとか言葉っていうのは数多くありますね。はい、ダゾンプロッパーです。カズさん、よろしくお願いいたします。はい、今期の J リーグの開幕のキャッチコピーが201のヒーローになるんですが、ご自身はもちろんだと思うんですけど、カズさん的にこの選手にヒーローになってほしいとかっていう選手などあったら伺いますでしょうか。まあ、うちのチームがね、やっぱ勝つってことがすごく自分にとっては大事なんで、やっぱりうちのチームからぜひともヒーローが出てきてほしいですね。特に若い選手で、まあ、うちはねベテランがちょっと注目されることが多いんですけど、若い選手でいい選手たくさんいますんでね、うちの若い選手みんなにヒーローになってもらいたいです。はい、はい、わかりました、ありがとうございます。そうですけど、そこの位置にいて、そこから自分がこう何を言うのかにお祝いしてください。まずは井ノ原正彦選手から放った名の贈呈があります。井ノ原選手、よろしくお願いします。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Keisuke and Kazu. Happy birthday to you. Happy birthday. Yeah.しょうがないからさ、自分で歌ったんですよ本当に、ね、皆さん、ね、大丈夫でしたか。
最高です。最高です。ジョーマイヤしょうがないから、もうみんないないから、俺が歌うしかないから、俺自分で歌ったんですよ。もう練習したんですか？全く練習してませんよ。自作自演、自作自演。では、カズさん、早速、はい、ろうそくの火を今から消したいと思います。もうちょい離れて消しまーす。はい、よろしくお願いします。はい、すべて消えました。カズさん、おめでとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。皆さん、お付き合いありがとうございました。では、最後にカズさんから一言メッセージをいただいて締めたいと思います。どうも皆さん、本当に、このような形で祝ってもらいありがとうございました。ハッピーバースデーソングは一応桑田佳祐さんに、なりきって歌いましたが、桑田さん、どうもすいませんでした。喜んでもらえれば嬉しいです。本当に、もう開幕、しますのでね、今季も、1シーズン通して、しっかり働けるように思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。あとあれですね、皆さんに会える日を本当に楽しみにします。もうかれこれ1年ぐらい、スタジアムでね会ってないんで、またみんなに、囲まれてインタビューできるように活躍したいと思います。その日が来るまで、ね、頑張ります。ありがとうございました。